視聴者と大聖堂プレーダリンガドーラ・ボニッシマ・ピアッツァ。グランデ内市グランデ広場は、イタリアのモデナの歴史地区にある広場である。12世紀にモデナ大聖堂前に建造された広場で、現代的視点で見れば必ずしも大きいとは言えないが、中世の広場はもっと小さいのが常であったため、この名が残っている。1997年にモデナ大聖堂や、 それに隣接する首脳であるギルランディーナと共にユネスコの世界遺産リストに登録された。広場は市庁舎に取り囲まれている。1194年に建てられた元の庁舎には多くの塔が備わっていたが、1501年の地震で崩落した。現在の庁舎は広場の西部には古文書館の背面のファザードがあるが、かつては大司教館だった。南面には銀行が入っている。 近代的な建物があるが、それは1960年代に建てられたもので、かつては1892年にルイジ・ジャコメリーによって建造された裁判所があった。新しい型の建物を手掛けた建築家ジオポンティは、広場に面した他の古い建造物群と統一性を持たせようとした。広場の北東、市庁舎の近くには古代ローマ時代の建造物の一部だった。 全長3メートルの長方形の大理石、プレーダリンガドーラがある。この石は、中世には演説家たちの演談や、有罪の宣告を行う場として使われていた。視聴者の壁画には、ボニッシマと呼ばれる12世紀に作られた小さな像がある。一説には、貧者への気前の良さで有名だったボナと呼ばれる、貴婦人がモデルだったとされる。また、別の説では、 大聖堂混流のきっかけを作ったマティルダ・ディカノスサではないかとも言われている。由来はともかく、この像はモデナでは人気があり、自分に関わらない物事であろうと首を突っ込みたがる。女性のことをボニシシマのようだと言ったりもする。ボニシシマの像は広場全体を見渡し、そこで繰り広げられている雑談を残らず聞くことができるからである。広場は 様々な祭りが行われる場所であり、シャニク祭の出発地点であり、終点でもある。なお、イタリアの演奏家で作曲家のルーチョダルッタは、この場所をモデルにした、ピアッツァグランデという歌を演奏したことがある。ピアッツァグランデと、視聴者は、私有財産になっている。モデナ大聖堂、及びそれに隣接する市民の塔とピアッツァグランデは、一体と、 なって中世イタリアの自由都市の発展の様子を伝えるとともに中世キリスト教都市における信仰と市民生活の結びつきを伝える優れた例障として1997年の世界遺産委員会で世界遺産リストに登録されたこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録されたこの物件の公式な登録名はカテドラル トーレシビカピアッツァグランデ、モデナ、コットドロール、トーレシビカイピアッツァグランデ、マドンである。その日本語訳は文献によって揺れがある。ありがとうございます。